はい、どうもこんにちは、水ニャンです。ぜひ、皆さんね、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということで、まあ本日のね、動画なんですけれども、さくらちゃんの件に関してですね、もう昨日でね、ちょっと、終わりにしようかなと思っていたんですけれども、ちょっとね、まあ僕の中で、まあ、不完全燃焼みたいなところがあったので、まあ本日で、ラストにしたいと思います。で、まあ、今日のですね、動画なんですけれども、バズ・さくら VS 頼仁の裁判についてというね、お話をさせていただきたいと思います。で、バズのホームページの方でですね、このようなリリースが出ていました。で、訴訟の提起についてということなんですけれども、これをですね、まあ、読んでいくと、2021年3月18日付、頼仁の動画に関する警告文の送付についてにて情報発信しました通り、当社はユーチューバーの頼仁に対して同日付で警告文を送付しておりましたが、今般同氏の一連の不法行為について訴訟を提起することにいたしましたのでお知らせいたしますと。ユーチューバーの頼仁は当社所属のクリエイターに対し、で YouTube での動画投稿により侮蔑的表現を用いた侮辱及び名誉毀損などの不法行為をしていますと。で、また、また、頼仁は当社及び所属クリエイターの同意なく所属クリエイターの写真を掲載するなど、所属クリエイターの肖像権を侵害する不法行為を行っています。なお、同氏の一連の不法行為に関連して当社及び所属クリエイターに対して Twitter、Instagram や YouTube のコメント欄などでの悪質な誹謗中傷、脅迫など違法行為、脅迫など違法行為などの、複数の投稿が確認されており、これらについても順次捜査機関と連携をした上で法的措置、発信者開示請求も含むを、取ってまいりますというようなね、文章で、ございます。まあ、これね、まあ、どういうことなのかっていうのをね、簡単に説明をすると、頼仁はさくらに対してで YouTube への動画投稿により侮蔑的表現を用いた侮辱及び名誉毀損などの不法行為を行っていますと。だ、まあどういうことなのかっていうのを説明すると、頼仁はね、さくらがいじめをしていたんだよっていうことについてたくさんの人にね、 YouTube を使ってルフしたということで、あとは、バズ、そしてさくらの同意なく、勝手にこうさくらの写真を掲載したと、いうことですね。で、まあこれ、こう、さくら、バズ側が、じゃあ、頼仁に対して、こう、裁判を起こすときに、争点として設けるのは何なのかというと、あくまで、こう、頼仁の動画によって、社会的信用を貶められたと、ね、さくらのイメージが低下したということを主張すればいいということですね。まあこれが名誉毀損です。で、まあ、さくら側が、いじめの真実、虚偽について、これ、論じる必要が、その時点ではないんです。で、あくまで、さくらのイメージが低下したよと、いうことをね、これ裁判所の方に言えばいいと。で、まあ、次にですね、こう、頼仁が、裁判で反論すべきこと、ね、これは、頼仁がさくらに対して出した動画が、で、これ、公の利益を図る目的であること。だから、決してこう、さくらに対して、恨みがあったりとか、そういう意味での、動画じゃないんだよっていうことを主張する。で、さくらに対する動画が一般市民が関心を寄せるのが正当であると考えられること、だからまあさくらがいじめをしていたんだよっていうような動画がね、これみんなのこれ関心があるものだとね、これはみんなが関心を持って当たり前なんだよということをね、主張しなければいけないと。で、これ3つ目、これかなり大事なポイントなんだけれども、これさくらに対する動画が真実であることね、これ根拠が、頼仁がね、いやこれはいじめだ、これ真実なんだというね、信じるに至った根拠がこれあやふやであってはならないということね。で、まあこれに関しては、確実な資料やこう根拠に照らし合わせてこれ話をしているんだよということをこれ証明しなければいけない。だから、まあこのね、結構その1、2よりも3の方がね、こうかなり重要、この真実であることの方がね、重要なんだよね。で、まあ、この真実であることをこの証明するためにじゃあ何が必要なのかっていうと、 A さん、 B さんでその他の人の陳述書、もうここの部分が、とてもね、大事なんです。だから、まあね、頼仁は、今後ね、
まあ、そう A さん B さんに対してちょっとこうね、裁判の場でこれ証言してくれないかということで、実際証言ができなくてもそのね、自分の意見を文書、自分がねその経験したこと体験したことを、裁判所に対して、書類で出してくれないかというのをね、求めるわけです。で、まあその頼人のね、じゃあ主張が出てきてから、じゃあ桜側はね、じゃあ再反論しなければいけないんですけど、まあそこでね、考えられることが何かというと、学校、先生、そしてね、同級生で、の陳述書ね、です。これ証言です。で、まあ、学校やね教育委員会のこれ資料も、出てくると思います。で、まあ、裁判所はね、まあ、こうやってさくら、頼人双方のこう主張を聞きながら、ね、頼人がこう名誉毀損、さくらに対する名誉毀損、そして肖像権の侵害を行ったかと。で、頼人の行為は、ね、名誉毀損は成立するかもしれないけれども、ね、目的性、公益性、真実性にかなっていて、で、まあ、これが頼人はね、お金を払わなくていいよというふうに判断するかどうかなんです。で、まあ、その上でこう頼人の動画に現れたこの証言者の、たくさんの人たちのね、そう証言内容が、これはね、真実かどうかを、判断することもあると、いうことで、ございます。まあ、なんでね、まあ、この件に関してね、まあ、頼人とさくらの裁判でそういじめの事実が認定されるかどうかなんてわからないじゃんっていう人いると思うんだけれども、これね、まあ、そう裁判っていうのはこの一個一個の事実に対してね、判断します。なんで、まあ、証言者 A さんの証言は真実なのかで、証言者 B さんの証言は真実なのかで、証言者 C さん D さん E さん F さんみたいな、まあ、いっぱい出てきてんじゃん。で、そういう人たちの証言は真実なのかと。で、それを、頼人が、ね、信じ込む、ね、その、まあ、根拠があったかどうかとか、それをね、やっていくんです。で、なのでね、まあ、その、はっきり言って、まあ、ある程度ですね、いじめのこう事実認定っていうのは、される可能性は十分あると。で、頼人がそれを信じるだけの根拠があったのかどうかっていうのも、その、裁判所はね、認定すると思うので、まあ結構ですね、みんなにとってはちょっと胸がこうスカッとするような、内容になるんではないかなというふうにね、僕は、感じてます。なんで、まあ、一応ね、まあ、バズ・サクラ・頼人の裁判についてということなんですけど、あんまりですね、裁判とかを、まあ、詳しくない、まあ、裁判でどういうなんかあの流れでいくのかとか、まあ、分かってない人もいると思うので、まあ、大体こういうふうに進行していくんじゃないかなというふうにね、まあ、僕の意見を一応、述べさせていただきました。ということで、まあちょっとね、まあ今日本当はね、まあその別の動画を出すつもりだったんですけれども、ちょっと昨日のね、僕の YouTube ライブの話で、まあ、僕の中でちょっとね不完全燃焼だった部分があるので、まあ皆様にはちょっと申し訳ないなと思いながら、まあこの動画をね撮らせていただきました。ということで、まあ、その桜と頼人の裁判によって、もしかしたらある程度そういじめがあったかないかに関して裁判所が、まあ、一通りこう事実認定はしてくれるんじゃないかなというようなお話でございます。で、まあ、やっぱね、裁判っていうのはね、まあ、1回そのやるとですね、まあ、ざっくりで最低1年で、まあ、特にこうコロナ禍でこう今ね進行遅れてるから、まあ、1年とかねで長くかかって本当に 3,4 年とかねこうかかるケースもあるんで、まあ、いつ頃ですね判決がこう出るか分かりませんが、まあ、なんだかんだね判決がこう出た頃にはみんなね、まあ、このことをね忘れてるんじゃないかなと、まあ、思う。で、そういう意味では結構ね、まあ、さくらさん、まあ、今回ですね大変だなというふうにね僕は思っております。ということで、まあ、本日のね動画なんですけれども、もしねこの動画に関していいと思った方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、以上、みずにゃんでした。じゃあね。